兄さん、僕にはあんなブロック壊せないよ。どうやってあんなの壊すんだよ。大丈夫だ、ルイージ。兄さんに任せなさい。ちょっとそうやって待ってなさい。ルイージ、ちょっとこっち見てみなさい。あれ、ブロック壊せてるじゃないか。どうやってやったんだ、兄さん。すごいよ。 兄さんほどの修行詰めはこのくらい余裕さ。ちょっと何言ってんだ、マリア。たださっきここの隠しブロックから昨日取っただけじゃないか。こんなのゼロだよ。兄さん、ちょっと待ってよ。僕のこと騙したっていうのか、兄さん。いやいやいや、やだな、ルイージ。ちょっとからかっただけだよ、兄さんは。兄さん、 どうやったってもこんな高さの壁飛び越えられないよ。もう諦めて帰ろうよ、兄さん。もう僕には無理だよ。まったくしょうがないやつだな、ルイージは。こんなの兄さんならちょちょいのちょいよ。ちょっとそうしてなさい、ルイージ。よいしょっと。これを全部取ってバレないように。<笑>よいしょっと、ルイージ。 ちょっとこっち見なさい。なんだい？ん？兄さん、なんだその格好は。そしてすごいよ、兄さん。もう上に乗っかってるじゃないか。さすが兄さんだね。ちょっと何言ってんだよ、マリオ、ルイージ。さっきマリオはここの隠しブロックから猫になる道具を取っただけだよ。こんなん誰にもできるんだよ。 なんだ、兄さん、またボコ騙したっていうのかい。そろそろ怒るよ、兄さん。いやいや、今回は騙したわけじゃないぞ、ルイージ。たまたまここ通ってたら、なんか猫になれちゃっただけで、合ってたな。その、いや、なんか、そういうわけじゃないんだよ。兄さん、あんな化け物僕にはもうどうやったって倒せないよ。もう無理だよ、帰らせていただくよ、兄さん。 本当にお前は小学生か。やつだな、弟よ。兄さんが見せてやるか、実力ってやつをな。うらしのけ。ルイージ、ちょっと見てみなさい。なんだ、なんだって兄さん倒しちゃったのかい。すごいや、どうやってやったんだよ。おい、またやったな、マリオ。またさっきと同じでじゃないか、ルイージ。ここの隠しブロックだよ。これ使ってまたやりやがったんだよ、マリオが。 ちょっと兄さん、また僕のこと騙したって言うんだね。もうボクは知らないよ、兄さんなんか。もうどっか行くからね。残念だったな、マリオ。僕のおかげでルイージ騙せなかったな、ザマフィロ。死んどけ、ぶなしめじが。死人に口なしだな。